ザ・シティ・インフォメーション。第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、のびゆくサンダー15日号掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただいてます。またまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺っています。今日は消費生活センターから相談員の宮下さん、のびゆくサンダー15日号に出ています不用品を買い取るという電話に気をつけよう、この内容についてお話しいただきます。そして後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当山本さんに26年度の三田市消費生活相談の概要についてご紹介をいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは前半の方はまずは、事例の方からご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、不用品を買い取るというこの電話に気をつけようということで、事例は不用品を買い取るというまず電話があります。はい、そしてお布団があると伝えて訪問日を決めたようですね。そうすると業者は訪問しますと、玄関に用意していたお布団には目もくれず、家の中を覗き込みながら貴金属はないかと聞いてきたそうです。そしてないと断ったんですが、せっかく来たんだから何かないかと、しつこく言われて、なかなか帰ってくれなかった。そこで仕方なく金のネックレスを見せると1万円で買うと言われ同意しました。でもよく考えたら最初の約束と違う、はい、これはクーリングオフできるんでしょうかという事例でしたね。はい、いかがでしょうか。ですね、この事例のように、不用品はないですかとか、あるいは古い着物とか洋服、家電買い取りますよと電話があって、で訪問した業者が、こう約束した不用品は興味を示さずにですね、貴金属はないかと必要に聞いてきたという相談が、このところ増加をしております。そうなんですね。はい、でこの消費者の家に訪問した業者が、貴金属などを買い取る訪問購入というのは、訪問買い取りとも言われまして、この2010年あたりから特に強引な貴金属の押し買いトラブルという被害が、全国的にもう爆発的に増えました。その時にもご紹介いただきましたね、何度かね。そうなんです。はい、でそれはですね、やはり貴金属の相場が国際的に上がっているっていうのが背景にありますので、このサンダでも歩いている人の指を無理やり抜き取ろうとした、そういった無茶なケースもあります。そうなんですね。はい、で当時、商品を一旦渡してしまうとですね、後で後悔して返してほしいと言っても、もうすでに処分して手元にないとか、もう溶かしてしまったとか、そういうふうなことを言われまして、取り戻せないケースがほとんどでした。また事業者と連絡すら取れないということもありました。そういった問題を踏まえましてですね、特定商取引法が2013年改正されまして、訪問販売と同じような規制を授けることになり、で訪問購入というのもクーリングオフができるようになったんです。はい、じゃあ今回のお問い合わせのクーリングオフできますかということには、できますよと、条件が合えばで、日程の条件ですね、これはね。そうですね。法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件に取り戻すことができるようになりました。またクーリングオフ期間のうちですね、8日以内でしたら、消費者、いわゆる売り主は買取業者に対して、その売却する商品の引き渡しを拒むことができます。クーリングオフ期間内でしたらね。でまた契約、そういうことですので、契約をもししたとしても、すぐに商品を渡す必要はなくなりました。で、貴金属だけではなく、これは原則すべての商品がクーリングオフの対象となるのですが、記事にも書きましたように、一部できない商品や例外もあるので、あるんですね。じゃあ早速先にご紹介いただけますか。クーリングオフできない商品、または取引、例外
を、例外を簡単に説明申し上げますと、はい、まず商品としては、バイクなどの二輪車以外の自動車、大きい方ですね、はい、四輪車などです、あと家具で、はい、大型の家電、はい、で本、はい、CD、はい、DVD、はい、ゲームソフトなど、あと、有価証券というのは、商品券などが主になっております。はいはい、で、取引形態としては、はい、消費者が自ら自宅での契約締結を、請求した場合、つまり、消費者から1000円で売るから家に来てというふうな、もう契約をしますというふうな表示をして、はいはい、家に来るように依頼した場合、はい、あとは、御用聞き取引、常連取引など地元の業者さんが、顔見知りの、業者さんが定期的に巡回して注文を受けるような場合が、対象外。また引っ越しの時の、たくさん、荷物があります。そういった荷物などはクーリングオフができません。で、あとまた米印のところのですね、再勧誘の禁止など一部規制は除外されませんということを、何のことかなというふうな、この一文では分かりづらいですけども、ただし書いているのは、その今のね、商品や取引形態っていうのは、クーリングオフができない商品だけれども、その訪問購入の、規制の中には入っているというのは、断っているのにしつこく勧誘したりしてはいけませんと、訪問購入の、際のルールは守ってくださいねという意味で書かれています。そうですか。はい、何よりも、まず売却したくないという場合は、もう電話の時点できっぱり断ってください、はい、ただこの事例のように、そういえばもう長い間使っていないお布団があるのに来てくれるなんて嬉しいわ、押し入れが開くわって、ついつい思いがちで、どうぞと電話の時点では疑いもなくしてしまいがちですけども、その奥には貴金属をっていうことが、そういうお商売が流行っているということですから、十分にそのお気をつけいただきたいというところはそこですね。そうですね、本来だったら、不要品とか着物とかで貴金属はないですかっていうふうな、もう最初に明記は、しないといけないと思うんですが、そうですね、来てからね、言われてしまうっていうのが、多くのケースです。はい、その時に断りきれない、やはりもう家に入って出る状態、玄関だけですけども、電話で、取りに来てくださったのね、今日だったわと言って安心して開けますのでね、そうですね、お昼間でして、高齢者の方でしたらお一人で、いらっしゃることも多いと思いますの で、はい、 ですね、その場からなかなか断りされるというのは難しいことだと思います。でやはりね、その売却を断りますと、暴言を吐かれたりですとか、またさらに、事例のようにその場に居座りまして、ガソリン代を使ってここまで来たんだとか、何か一つぐらいあるでしょう、見せるだけでもいいですからというふうにね、もう何時間も執拗に勧誘されるケースも見られます。で、そういった場合も、法律ではです、消費者が断っているのに勧誘を続けたりとか、消費者を困らせるような行為は、法律で禁止をされています。脅されたりとか怖い思いをするようなことがあれば、警察に連絡をしてください。そうですね、もうそれは遠慮なくされていいということ で、でクーリングオフもできますということで、いわゆる訪問購入、相手が買って帰るという、そういうのが、随分貴金属が高くなってから増えたということで、また最近こういうものを増えてきてるということですね。そうなんです。で、訪問購入、先ほどの法改正でもですね、訪問販売と大きく違うところは、突然訪問する飛び込み勧誘というのも禁止をされています。以前はあったわけですよね。そうです、規制もなかったんですけれども、今も訪問販売は規制はないんですが、訪問購入に限っては飛び込み勧誘禁止をされておりますので、電話もなく、突然訪問して勧誘する業者には、特に気をつけください。はい、
じゃあ、 玄関先のインターホンで不要品ありませんか、買い取りますよっていうのは、もう現在は法律で禁止されているので、はいはい、もうそれはもう聞き流しても相手にしなければいい、はい、ということですね、はい、ドアを開けずに行ったり断ってください。そしてお電話であった場合も、もうこういう情報がちょっと流行っているので、もう用心されて、はい、もしご本人が何かあったら、ご自身で、うん、何件か調べてみて、あ、ここだったらこの業者さんは誠実に対応してくださるっていうところを見つけてされた方がいいですね。そうですね、はいはい、何件か見積もりを取られて、っていう形がいいかなと思います。はい、わかりました。まずは伸びゆくサンダー15日後に出ています、はい、消費生活情報として出ておりました不要品を買い取るという電話に気をつけよう、訪問購入はクーリングオフできます。この記事について詳しくお話をいただきました。宮下さん、ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、消費生活ご担当の山本さんに、同じく今回15日後に出ておりました、ページが2ページの方ですね、26年度三田市消費生活相談の概要、タイトルはちょっと難しいんですけども、まあ、26年度を振り返ってというお話ですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうお手元に皆さん、伸びゆくサンダー15日後届いている方が多いと思いますので、すでに目にしていらっしゃいますが、一つだけ皆さんにお伝えしたいのが、グラフが円グラフと棒グラフがありますが、グラフに棒グラフの方の支払い額、これはいわゆる被害額と思っていいんですか、それとも違うんですか。必ず しも被害額ではないんです。はい、その相談の対象となったサービスとか商品に対して、すでに消費者の方が支払、業者に支払った額ということで、はい、必ずしも被害額ではないんですが、まあ、規模 の目安になるかなということ で、ね、支払い額というのを、はい、ご紹介させていただいております。はい、これで見ますと60歳代がとして、それから70代80代まで入れますと、すごい額になりますね。はい、こういう部分のちょっと読み取りを、じゃあじっくりとご紹介いただけますか。はい、26年度に市に寄せられた相談件数は、問い合わせなども含めまして1202件ありました。1202件、はい、その前25年度が1191件でしたので、少し増えたような感じです。はい、そのうち今もおっしゃっていただきましたが、60歳以上の相談というのが件数でも451件となっておりまして、全体の約4割弱を占めています。多いですね。はい、でその支払い額なんですけれども、総額で約7000万円、はい、でこれは59歳以下の、まあ、合計金額の2倍以上となっておりまして、高齢者の消費者被害というのが増加、深刻化しているという状況が伺えます。そうなんですね。まずは高齢者の方々がかなりターゲットになってしまっているというのが読み取れますね。はい、その他はいかがでしょうか。はい、相談内容で見ますと、昨年に引き続き全ての年代でアダルトサイトなどのワンクリック請求の相談が多く寄せられました。はい、つまりもう少しちょっと具体的にご紹介いただけますか。はい、スマートフォンやパソコンで例えば無料アダルトサイトなどを閲覧しているときに、はい、突然多いのが18歳以上ですかっていう年齢を確認するような画面が現れまして、はい、で、まあ、はいというところを押すと、はい、登録されましたと言って、うん、高額な登録料が請求されるというものです。はい、それは驚きますね。はい、年齢に応えただけなのに、そうなんです、登録されました。はい、そしてましてや高額の登録料を、はいはい、あ、なるほど、9万円とかそれぐらいするような、その額ですか。はい、はい、まあ、もう一つ多いのがですね、利用した覚えのないサイトの利用料金を請求されたといったものです。これはメールが来まして、督促状とか催告状とかいうタイトルでメールが来まして、で情報サイトなどを利用した料金が支払われていませんということで、はい、ええ、これもまあ高額な料金を請求されるんです。でもそれを見た方は、はい、間違ってる、私見てない、僕見てないになると連絡したくなりますよね。はいはい、そうですね、これ違いますよっていうふうに連絡したくもなりますし、はい、でまあ、情報サイトなんとか書いてあるので、なんとなくこう
誰もが思い当たるような請求料金にもなっているので、実際にはしてないのにもしかしたらあれかしらって勝手に想像してしまうっていう場合もあるんですけれども、間違いですっていうために連絡をするという場合でも、もう連絡したことによって新たな個人情報を与えることになるので、つまり相手はそれが目的なんです ね、お金っていうよりも、はい、まずは個人情報を取ってもらって、はいはい、そこから新たな詐欺で高額な何かを企んでいるってところもあるわけですね。そうですね。で電話してしまうとさらに脅されたりして、という風になってますので、こういうのは、はい、無視をしていただきたいと思います。はい、じゃ最初の高額の請求し、はい、いわゆる登録料ですっていうのが来ても、はいはい、無視をしておけばいいんですか？あ、そうですね。はい。もう連絡とかは絶対に取らずに、はい、無視をしていただきたいと思います。はい、分かりました、はい、今夏休みですのでね、はい、初めてそういうことあってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんから、はい、とにかく無視をしましょう、はい、そのまま放っておきましょう、はい、それが最善の今の形ですね。そうですね、はい、分かりました。続いての傾向はいかがでしょう？はい、で続いてなんですけれども、今申し上げたようなものをさらに悪用した被害救済サイトなどといったサービスに関する、はい、ものが増加しました。つまりそういう最初にご相談いただいたような被害に遭った人、はい、私たちが救いますよという、はい、これもまた嘘のサイトなんだけれども、ああそうなんですね。例えばどんな風に来るんでしょうね。はい、まず、まあ、この高額な請求を見て驚かれた方がネットで調べようってみようということで、ですね、同じような事例がないかなってネットで入れられると、うん、まあ、検索の一番上の方に被害救済サイトとか、消費者センターとかそれらしい名前のサイトが出てくるんです。で、まあ、そこにどうしたらいいですかっていうことで連絡を取ると、まあ、解決料としてまたそれも高額な料金を請求されるっていうようなものです。これはでも一見して公的な機関かなというふうに思ったりもしますけれども、はい、やり取りの時にどこで気づけばいいですか？そうですね、例えば個人情報などを最初から根掘り葉掘り聞かれるんでしょうかね、はい、その詐欺のサイトというのは。その申し込み書をね、ファックスで送るのでというふうな形で、個人情報を聞かれている方がやはり多いですね。そうなんですね、はい、で実際の相談の時、例えばお電話で、そんなにこう個人情報をあれこれとお聞きになる形は取ってらっしゃるんですか？センターです。はい、センターの方で。ある程度ご本人の同意を得て、個人情報をお聞きはしておりますけれども、強制ではありませんし、何かそれを持って、どこかに署名を出すということもありませんので、はい、ないですね、一般的な、ね、アドバイスでさせてはいただきます。じゃあそれを例えばもう強要されたりすると、これは怪しいと思えばいいですね、個人情報をファックスで送らないと相談に乗りませんとかっていうのは。例えばフリーダイヤルで無料相談って書いてあるけれども、いろいろこう電話をして話を聞くと解決料5万円とか6万円とか、そこで料金を請求されてしまうので、はい、そこで大体あれおかしいなと思って、センターに相談される方が多いんです。はい、そうするとこのサイトはお金を目的で、個人情報どうこう優先順位的になると、まあ、何が目的かは分からないんですけれども、とにかく電話をかけさせて、解決をします。で、そのためのお金を払ってくださいっていうような、内容が多いですね。じゃあ最初に無料ですかって聞けばいいでしょうかね。そうすると相手のサイトは無料でなければ、いえいただきます、なんか個人情報先に言った後、5、6万ですと言われたら、あ、じゃあもうやめます、違うなとピンときてやめた場合に、 ある程度の個人情報を、出してしまったのがなんか気になりますので ね、その点はちょっとご気をつけなさった方がいいかと思います。だいたいフリーダイヤル公的な機関でフリーダイヤルで相談を受けるというのはあまりありませんので、その点も一つのチェックですし、一つチェックとしてフリーダイヤルというのがちょっと考えた方が良さそう。公的な機関ではあまりないと。ないですね。はい、はい、
じゃあ、見分ける方法としてはフリーダイヤル、このあたりが気になりますね、はいはい、ですからご自分でネットで調べるというのもなんかこういいようなところもあるけれども、うん、さっきおっしゃったように怪しいところとの区別というのはなかなか一番上にね、うん、ポンと出てきたら、うん、あ、みんなもやっぱり困ってるんだ、はい、聞いてみようと思って、そこを開けて詳しく見て連絡してしまいがちですので、はい、それぞれの地域に消費生活センターっていうのがね、はい、ありますから、直接お聞きになった方がいいですね、はい、お住まいの三田市さん、それからまあ近くだった神戸市北区さん、それぞれのねありますのでね、管轄にね、はい、わかりました、ありがとうございます。そして続いての傾向はいかがでしょう。3つ目は、プロバイダーなどインターネット通信サービスに関する相談です、はいはい、これどんな内容でしょうか。はい、これはですね、電話がかかってきまして、今より安くなりますって言ってプロバイダー契約の変更を勧誘されるというものです。はいはい、で、まあ、大手の業者を名乗っているようなこともありまして、はい、業者の指示に従って、まあ、パソコンを立ち上げてこのページ見てくださいということでホームページなんかを開きますと、遠隔操作でそのプロバイダーを変更されてしまったっていうような、はい、ご相談があります。はい、それで安くなればいいんですけども、あ、はい、で実際にはその新しい契約先の方が高くなることが分かって、でまあ、じゃあそれでは解約しましょうということで解約を希望すると、うん、の違約金がかかりますということでそれを請求されてしまうという、はい、あ、そうなんですね。でもそれぞれにこう入り口の電話としてはついつい引っかかってしまいそうなところで、はい、そういうのが流行ってますよ、それは本来のサービスではなくって高くなってしまいますよということはもう皆さん今日の放送を聞かれたら気をつけてねっていうふうにおっしゃった方がいいですね。はい、そうですね、いろいろ契約ってプロバイダーとか、はい、いろんな契約があるのでありますね、はい、なんとなく今自分が契約してるところからかかってきてるのかなって思ってしまったりとか。そうですね、大手の、ね、はい、名前を使ってらっしゃると、この事例などはそういえばこのハニーの事務所にも何回かかかったことがあるので、私はちょっとちんぷんかんぷんなので、いや私分かりませんで終わるんですけど、そういうふうに切った方がもう被害には合わないみたいな感じもしますね。で本来その安くなっていくとしたらまたご自分で契約書の方に、はい、しっかりご自分が契約しているプロバイダーの方に連絡を取ってみて、はい、方法ありますかって聞くのは一つだと思いますけども、はい、かかってきたことにこう乗るっていうのはとても危険だっていうのが分かりますね。あ、そうですね、なかなかその場で判断するのは難しいのかなと、はい、思います。そうですね、信行さんだ15日号にはその3つを主に傾向と特徴ということでご紹介をいただきました。先ほども2番目にご紹介いただきました被害者救済サイトを名乗って、そして高額な料金を請求されるという、そういう場合はもうまずそこに相談するのではなくて、ワンクリック詐欺になんかあったみたいですとか高額なことを言われましたという場合はぜひ三田市消費生活センター、こちらの方に直接お電話でご相談なさるのが安全だと思います。電話番号申し上げましょう。559-5059、559-5059、これは信行さんだ15日号の一番裏の面ですね、ここにも出てますので、ぜひそれをちょっと切り抜いて電話の横に置いておかれてもいいんではないかなと思います。そして直接お出かけになりたい方は月曜日から金曜日までの朝10時から夕方の5時まで、そして、第2第4土曜日も相談に乗ってくださいますので、直接お話をされてなるべく早い方がいいですね。クーリングオフというのは法律で決められた契約日から8日間含めて8日間でよかったですか。契約 の書面を受け取ってから、そうそう、書面を受け取って、それがありますね、書面を受け取ってから8日間という、ちょっと素人ではなかなか分かりづらいので、まずは一刻も早く、そうです ね、はい、お一人で悩まないでご相談になられるのが解決の一足
解決に近づく方法ではないかなと思います。今日は消費生活センターの相談員の宮下さんに、のびゆくサンダー15日号不用品を買い取るという電話に気をつけようについて、そしてまちづくり共同センター消費生活ご担当山本さんには、同じくのびゆくサンダー15日号に掲載されています26年度サンダー消費生活相談の概要、こちらについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、のびゆくサンダー15日号掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説をしていただき、またまちづくり共同センター消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺っています。次回は9月21日です。次回もぜひお聞きください。